械式時計のメカニカが詰まってるかと思うと、いやー、選ぶとしたら買いますか買いませんか、うん、いやお疲れ様でした。あーしか来た。お疲れ様でした。お疲れっす。実際にどうでしたか、ブティック回ってみて。あー銀座のブティック、うん、楽しかったですね、うん、今日回った4店舗の中で、うん、あの藤村さんがお気に入りだった、うん、それぞれ1本ずつですね、うんはいはい、早速借りてきました。もう、はい、もうここ持ってきてます。え本当こちらです。あー来ましたね。ポンズさん、あの気に入ったポイントを教えてもらってもいいですか。はいはい、なんかもう元々やっぱりあの IWC っていうのは頭の中にあって、ノッチ感というかしっかりしてますね。ベゼルが外じゃなくて中が動くんですよ。こっちには動かないですよ、ロックがかかる。これがいいんだよな。クロノグラフも欲しいしダイバーズも欲しいって言った時に、これは両方兼ねてるっていうところが、で針がいっぱいあるのかっこいいじゃないですか。この画面に中にいっぱいあるのがすごいメカニカルな感じで、セイコーはね本当にね、あのショップが楽しかったんですよ。すごいいろいろディスプレイも凝ってて、まあ、さすがそのジャパニーズブランドっていう感じで、ロスペックス、これはなんと 1000m 防水になってるっていうところがすごくて、これはねだからこの外側にプロテクターがついてるんですよ。でやっぱこのだけの厚さだから結構ぶつけると思うんですね、あっちこっちに。でもそれを守るためにプロテクターがついてる、それがまたちょっとデザインの一部になって、通称ツナ缶って呼ばれてるんですけど、本当にその可愛さも出てるなと思って、可愛いでしょ。でジャガールクルトのポラリスです、はい、まずサイズ感ですね。他に比べてこれ 42mm で少し小さいんですよ。だけどその小ささあまり感じさせないっていうか、フェイスがギリギリまであるんで、その存在感はありつつ、それがなんか洒落てますね。ミッドナイトブルーのようなフェイスが結構新鮮で、まあ今までずっとブラックフェイスばっかり持ってたんで、自分の中ではちょっとこれは綺麗だなっていうふうに思ってて、その SS のそのベルトっていうのがまあ僕の中であまり持ってないんで、ちょっとそれも一つの魅力ではありましたね。このまず斜めあるかないかの薄さ、機械式時計のメカニカルが詰まってるかと思うと、それを想像するだけでちょっとワクワクしますね。これは、このエレガントな感じ、カレンダーも秒針もない、本当に、シンプル極み。この時計は他と違って手巻きなんですよ。またその作業をするってこと自体もなんかちょっと洒落てますね。あここもほらバシロンのマークになってる、こういうとこも洒落てんな。まあぶっちゃけ全部欲しいですけどねまあそれぞれに良さがありますね本当に、うん、藤村さんが一番気に入ったのはどれですか。気に入ったんですか。はい、ジャガーさんですね。もうジャガーさん、ジャガーさん買いますか買いませんか、うん、まあ買いますよ、まあ買いますようわ怒られるいや買いたいです、はい、今回はジャガーさんで、はい、はい来ました。待ってましたこの日を。ポラリス、ポラリス君が待っている。オッケーです。お待たせいたしました。すごい。いいよいいよいいよ。輝いてますよ箱が。あいいなこれ。やっぱりすごいいいです。こんなに立派な箱についてくるんですよ。あ綺麗ですね。すいません。ネイビーの服とか好きだからちょっと多分。コーディネート的にはすごくいいと思うんですよね。ありがとうございます。なんかいいのを紹介していただいて本当に嬉しいですいい顔いいですね嬉
嬉しいです。買いました。まあこんな時代ですけど、なんか買い物やっぱり上がるし楽しいですよね。ありがとうございました。明日から頑張る。めっちゃ怒られるだろうけど頑張ります。